水田機関区は大阪府水田市にある日本貨物鉄道の機関区である。東海道、山陽本線の主な高速貨物列車などを経営する機関車が所属しており、運用範囲は広い。日本国有鉄道時代は大阪鉄道管理局に属していた。かつては蒸気機関車とディーゼル機関車が所属する、水田第一機関区と電気機関車が所属する、 水田第二機関区に分かれていたが、1984年2月1日付の組織改編で等機関区に統合された。所在地は大阪府水田市平松町一番一号である。敷地の西半分はかつて水田第一機関区に属していた部分であり、基本的に河川が張られていない。貨車留置のほか、研修湖では貨車の各種検査やディーゼル機関車の臨時修繕にも、 対応する。また、西日本旅客鉄道水田総合車両所入りで区線が敷地内を通り抜けている。かつて存在した線形庫は梅田貨車区機能移転の際に取り壊され、現在は貨車の留置線となっている。東半分はかつて水田第二機関区に属していた部分であり、河川が張られていることから電気機関車基地として機能している。七線を備える研修庫は 1>, 1から3番線が大健康として臨時修繕が4から7番線が高健康として機関車の交番検査が主に行われる。また、敷地の生誕には留置線のほかに電気機関車車輪線番号も備え、車輪作成が行われている。主な業務は、軸所属の電気機関車については、仕業検査、交番検査、台車検査及び臨時修繕を担当するほか 各種貨者の研修を行っている。また、公衆輸送用のデ10系もしくは、デ11型や、南福井駅構内入れ替え用デ10系ディーゼル、機関車の各種検査もを担当する。吹き水田を意味する、吹きから構成される。水田第一機関区と水田第二機関区が存在した、当時の略号は、それぞれ、武器1、武器2であった。 2021年3月現在の所属車両である e f 2 0 0系電気機関車1999年4月1日付で鶴見機関区から転属。主要部品確保が困難なため、検査切入れの車両から運用離脱していき、2019年3月28日、18号機のダイソーを持って引退した。その後2号機が再塗装され、 京都鉄道博物館に式八百と特別展示や、2020年にはマスクがつけられ、同年のクリスマスにはイルミネーションがつけられ、話題を呼んだが、2021年3月9日に解体された。ありがとうございます。